今時ブログなんて読みますか？そんなことよるけ儲からんのんですよ。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。はい、こんにちは、土手かな子です。まずはチャンネル登録の方からお願いします。よかったらシェアの方もご協力ください。今何人になったんだろうね。いやでもちょっと増えてますけどね。目標どこですかね。まあ目標の数字とかはないか。1500 いいよ、これは増やすんじゃない。届ける人が見てくれたら、うん、そうですよね。はい、やめよ、負け惜しみになるけど。はい、ということで今日はですね、もう今時ブログって思ってるあなた必見です。はい、ということでね、はい、これ裕次郎さんよく言われるってことですよね。そうそう、いやこの間も名刺交換したら、今時ブログって読みますかって言われたんだけど、うん、悪気がでも多分あるわけじゃないと思うんですけど、ね、そうブログなんですみたいな、うんうんうん、もう古いものでしょみたいな感じ。それはどれぐらいの年齢の方が。いやな、どれぐらいかな。でもまあ40代前半ぐらいだったんじゃないかな。まあ思うんだけど、うん、じゃあ聞いてみるんだけど、うん、例えばお前が鏡を見て白髪が増えてきた、うんうん、お前白髪ある。白髪あります。あります。あるの白髪。ありますよ。この中の方とか、こうなんかこの細い白髪とか。お前前に聞いた時はそんなにないようなのに、今あるってなったことは、うん、もう増えよるんじゃ。増えてますね。あ、そう、増えてますね。意外とあれって思うことありますもん。なんか徐々に白髪これみたいな。かなちゃん5月でいくつになるのかい。46ちゃい。46、もう四捨五入して50。アラビブなんで、それは白髪ぐらいできますよね。まだない方かもしれない。お母さん真っ白でしたよ、もう40から。じゃあそういう遺伝子なんだよな。そう、お父さんは白髪ないんで。じゃあこうやって鏡見とったら、今みたいに白髪になった時に、インスタとかで白髪染めのなんか商品とかパンパンって出たら、それは見てしまうじゃん。広告めっちゃ来ますね。うん、見るよ。でもそうじゃなくて、白髪染めはするなみたいな、うん、体に悪いみたいなのがボーンと来たら、うん、え、何みたいな。ああ、思いますね、うん、で、確かに白髪染めするときちょっとピリピリするしなとか、うん、もしあったら、え、体に悪いんかな思ったら、お前の行動はどうなる。え、それピリピリするって自分が実感してたら、うん、そうそう、その白髪染めをするなっていうことを調べますね。そうだろ。だから白髪染めデメリットとか、うん、体に悪いとかの。そうそうそう、だからまあどんどん調べよったら、いろんな情報が出てきて、自分の知識がまた増えて、今度はその知識でまた今度は調べてって言って、今度は検索の質が上がってくる、はい、で、どんどん深くなっていく、うん、検索がの。ほったら SNS の出番はなくなっとるわけよ。あ、最初のきっかけではあるけどってことか。そうそう、最初のきっかけはそうかもしれんけども、うん、こうやってどんどん調べるとそうですよね。 SNS なんか引っかからんけど、それは SNS からはもう離れてのネット上になってますね。そうそう、だからもうどんどんやりおったら、頭皮の専門家みたいなやつが書いてるブログが出てきて、うん、で白髪染めは NG、 絶対体に危険みたいなのが始まったら、うん、どんどん見ようたら、うわ、すごいみたいな。はい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 。ただその人が紹介しとる、これならいいですよっていうものを買おう。いや、そうですね、そうなりますね。まあ、信頼関係ですよね。聞くよ、今時ブログですかって言ったあなたに言うよ。今みたいなケースだっても読まんのんじゃね、ほいじゃ。ちょっと連れてきてくださいよ。いやいや、マジでそう思わん。いやでもそうですね、なんか私、うん、多分無意識に読んでたりとか、無意識にたどり着いてるけど、無意識なんでしょう。いやいや、そうだと思うで、きっと。だから無意識に読んどるけど、それがブログだとは思ってない。思ってもない。うんうんうん、なわけよ。だけど結局、悩みが深い人と浅い人、どっちを対象にするんですかだけの話なの。そうですね、悩みがその浅い人っていうのは、普通にそんなとこまで読まずに、その広告で白髪染めピッて買うかもしれない。そうそう、だから、ね、自分が買いたいものが決まっとって、そこに SNS がポンと出てきたら、うん、今だけ何十パーセント増えたら、それはすぐ行くだろうって。飛びつく。うん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 。だからそういう商品を売っとる人は SNS でいいんや。やるっていうことは、大手メーカーはそれでいいんや。それでいいけど、うん、でも裕次郎さんが言ってるブログで相手をどうしたいって思いで商売をされてる方は、ブログに思いをかけてるじゃないですか、うん、ってことは、そこまで悩んで本当にこれをどうにかしたいっていう思いの大きい人に来てほしいってことですよね。そうそうそう、そういう人だけを読んでる。だから結果的に SNS はきっかけにしか過ぎんのよ。うんうんうん、ね、そのきっかけでえって気づいたりして、え、何それって思うけど、調べてどんどん深くなったら、800文字以上書いてるようなブログでも読んでしまうわけよ。そうやろ、うん、でもその800文字以上のブログがこのフロントにこうドーンと出てくると、 SNS と同じ表舞台に出てくると、そりゃ読まんでしょう、読めないになるかもしれないけど、ね、まあ、時間もないもすぐ流れるからね、うん、要は悩みが浅い人はもうそんなん読まんし、うん、
深いところに位置しとるからどん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 深く掘りしてってここに当たってくるわけや。なるほどね。裕次郎さんにはあれと一緒だ、求人と一緒だ。なんやザバーじゃなく、うん、本当に悩みが深い人を一本釣りみたいな感じですよね。そうそうそう、だからそのためにはこっちの条件もあるし向こうの条件もあるしっていうのが一致せんとダメなんだ。そうですね、うんうんうん、そう、まあ、わしはターゲットが中小零細弱小家業という一つのジャンルを決めとるけ、うん、だからそこの人たちは、うん、SNS とブログの使い方みたいなとこがあって、はい、そもそも SNS とブログの違いみたいなのは何か言うと、うん、よく言われるのはね、ブログよりもインスタでしょとかって言うんよ。ブログとインスタ一緒のテーブルにあげるんだいう話なの。そういうことですよね。いや、インスタって商品名だけ。はい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 。ブログってお前どう言うたらええんかの。そうじゃろ。そういうことですね。難しい。じゃあ昔で言うライブドアのブログとアメメブロとっていうその比較をするんならいいけど、うん、そうブログっていうのはウェブログの略じゃけね。そう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 、そういうことですよね。だからインスタと TikTok だったらもうやっぱりブログじゃないよねとか言われたらどんな質問なんやそれみたいな話やね。わかるわかる、うん、土俵が違う。そうだけどブログは名前じゃない、商品名じゃないですから。そういうことです ね、うんうん、だから物がそもそも全然違うんで、うん、私はレクサスのなんかがいいな、船じゃないでしょみたいな。船とそのレクサスの XL なんちゃらとかと一緒にせんでくれる、用途が違うよっていう、ね、うん、まあ、移動するっていう意味では一緒だしですけど、 そうそう、だからそれぐらい違うっていうことなんよね。だから裕次郎さん結局 SNS 自体を否定するわけじゃなくて、きっかけ作りに使うのはいいけど、そうそうそうってことですよね。だけど SNS は絶対にやらねえやダメなの、うん、それは絶対必要でやってますもんね、うんうん、だからSNS が水面におったら、うん、ブログってこう海底にあるものが、ね、はいはい、それがどんどんどん深くなってくるから。そうかそうかそうか、マグロを釣るためのちっちゃな小魚。全然意味がわからなかった。なんで全然意味がわからなかった。釣りの人が小魚を釣ると小魚が集まって、それにめがけてちょっと大きい魚が寄ってきて、それをめがけて今度一番大きい魚が来るっていう段階があるっていう。 お前の男の釣り方と一緒やん。最初はちょっとこうチェチェって言って小魚集めて、小魚集めて、で最後の最後に金持っとるやつザッバー、そいつを見つけた時の目が違うもんね。見つけたことないし、絶対落とすぞみたいな。そういう人募集中です。カリウドみたいな感じやけね。人聞き悪いわ、何の話。いやいやいや、はい、はい、ということでお待たせいたしました。じゃあ今日のミッションも、じゃあ今日のミッションね、はい、はい、じゃあ今日は今時ブログですかとか言った人に伝えたいと思います。今日のミッションはこれだ、うん、はい、ということで今日のミッションは、今時ブログなんか見ますかって言われた人に対しても言いたいんですけども、はい、あなたのビジネスで本気で救いたい人がおるんだったら、うん、絶対ブログです。自分がやっとるビジネスを通じて本気で悩んどる人を本気で救いたいって思うビジネスをしとるんだったら、はい、うん、ブログがないとダメです、うん、そうじゃなくて、この商品を右から左にパン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 買う、はい、これ仕入れて売って仕入れて売ってするんだったら、はいはい、SNS だけでいいです。そうですね、そこの商品に思いなんかないんで、うん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 、思いがあるかどうかですよね。そうそう、だから仕入れて物を売るっていうことはそこだけしか仕入れてないわけじゃないけ、よそも仕入れとる、うん、だから売り値が何本になっとるかじゃけ、だったら売り値がこれぐらいっていう平均値があるんだったら、それをちょっと安くしたものを SNS でドッと出したら、うん、それは売れるかもしれない、うん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 、そんなんに800文字も書かれたらそっちが面倒くさい。いやそう、ブログの土俵に入ってほしくないってことですよね。そういうビジネスをやっとる人は、うん、わしのセミナー来てブログの勉強してもあんまり意味がないかもしれない、うん、かもしくは180度考えが変わるかもしれないですけどね。まあそれもあるし、でもうちの生徒さんでそういう商品扱っとる人がブログ書いたらどういう成果が上がっとるか言ったら、求人に役に立っとるよね。ああそうですね、共感する人が、求人も全然してないけども働きたいっていう人がバンバン来るし、うん、とか自分の考えが社員に伝わって社内が良くなったとかっていう人も結構おるしね。そうですね、うん、ブログって読み物なんで、うん、人の思いが乗っていくんでね、はい、でしかも毎日とか書きよったらもうね、思いを乗せんと書けんくなるから、うん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 、なのでそういう本気で人を救いたい人は絶対ブログを書いてください、はい、で SNS との掛け合わせでね、うんうんうん、やってもらったらいいと思いますんで。そうですね、はい、はい、ということで関連動画はこちらになります。はい、チャンネル登録こちらでお願いします。はい、ということで今日は以上です。じゃねー。